はようございます。これかな。今日は、形の少し取り方を初級編ですけど、超初級編ですけど教えたいと思います。全く知らない人と少し知ってるだけで、その人の力っていうのはだいぶ変わってきますので、少し知っておいてください。まずですね、自然にじっくり見ながら描くという方法、まあ、これ本当にもう子供とかがまだ勉強していない人とか小学生とかはこういう感じですね。本当に単純に、例えば僕は今左手を例えば描くとしたら、どういう手でもいいんですけども、例えばこういう手を描くとしたら、じっくりですね、もうちょっと濃い鉛筆にしましょうか。 6B で、例えば親指のこういうところからゆっくりこう見て、またも見て、また見て、また見て、ずっとここをたどっていくと、より次はこう見て、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 少しずつこうやってね、形が増えていくという方法ですね。こう見て、こう見て。で、私はよく手をたくさん描きました。こう見て、少しずつ少しずつこう増えていくという方法です。でももう僕は多分普通にもう書き慣れているというか、やっぱりどうしてもこう書きながら違うところも見てしまってますね。だから要はこういうとこ書きながらも、こういうところとか後で出てきますけど、測りながら描くということをもう自然にできるようになってしまっていて、あんまいいことじゃないというか、ちょっと教えながら矛盾してるんですけども、こういう感じで見ながら描いていくという方法が あるかなと思います。でこれにの、まあ、コツとしては、とにかくモチーフをよく見ることですね。で、画面、要はここよりも、モチーフの方をしっかり見るように、これはもう多分、その後やり方でも言えることかと思いますので、モチーフをとにかくよく見る、画面よりもモチーフを見る、これすごく大事です。絵が描けないとか自信ない子は一番ここが欠落しているというか、一番これが足りていないというか、自信がなくなっていくとどん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 こう画面ばっかり見て、しまうということが起きてきます。よくありがちなのは、少し描くとどん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 こうモチーフがあるとして、どん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 顔が近くなっていって、画面の方、恥ずかしいから画面の方ばっかり見るようになってしまって、できるだけ、モチーフと少し距離を置いて、あと画面を少しこう距離を両方ともある程度置いた方がいいと思いますし、目線を動かさないというのもわけわかんないですね。背筋を伸ばして、目ん玉だけで、モチーフと画面を見るように、もう画面とかね、見るようにしてあげることが大事かと思います。で、また初歩的なことなんですけども、ホワイトボードがあるんですけどね、ホワイトボード買おうか、やめよう。オリエンタルラジオのあっちゃんみたいなんですよね。モチーフは、右利きの場合というのは、後ろから書いてますね。右利きの場合というのは、これ左利きだね。計画性が全くないですね。
これ本当に受験生でも全然知らない子いますもんね。びっくりしますけど、まあ、何か鉛筆で書くとして、こっち左手で、右利きの場合というのはモチーフを左側に置くというのが一般的です。何でもいいですよ、リンゴでも。でほとんどもう首を動かさずに目ん玉だけで、見るようにしてください。こっち側に置くとこの腕が邪魔ですごくこう大変になります。それでできるだけあんまりこう頭を動かさないでいい位置にモチーフを持ってきてあげたらいいかなと思います。で、もう一つは長い線、あまりこういう風にシャー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 って描かないように、よくこう漫画家の人が描くデッサンとかなんかこんな感じで描いたりしますけども、まあ、あれは本当にラフの段階というか、ネームとか言いますかね、ああいう時はそうかもしれませんけど、あまりこういう風に、描くはではなくて、じっくりじっくりこう少しずつ言っていて見ながら書いていった方が、消すところも少なくて済みますので、一気の方がいいかなと思います。ちょっとこれは皆さんに分かるように 6B で書いてるんでなかなか消えません。でこういうのが一つ目の方法です。でもう一つ目の方法はここですね、全体を軽く描いてから、描くという方法で、鉛筆を探してますが、これは、軽くですね、軽く本当に軽く、例えば軽くこう描いて、軽く描いて全体を軽く描いて、もうこれ鉛筆の腹かなんか使って描いてあげるとすごく簡単に、これ HB を使いましたけど消えますので、これとじゃあこれをちょっとどうなんだっていうと、漫画家の人は立ててこうやってこう漫画家を否定してるわけじゃないですよ。僕漫画家になりたかったんで、正直今もなりたいんで、こう書くのと少し優しくですね書いてあげるということをしてから、少しずつ細かく書いていくという方法もあるかと思います。でまあ受験生とかの場合は一番多いのはこれかなと思います。で測りながら書きながら軽く書いてじっくり書く、この順番なのかなっていう気がします。測りながら書いて全体を軽く書いて、最後じっくり観察しながら書いていく、まあ、こういう順番かなと思います。でこの測りながら書くに関しては少し丁寧に説明した方がいいのかもしれませんが、先ほどのようにモチーフを見て画面があって、画面がこうあるとして、見えます？あ、薄いね。まず紙があって、モチーフが目の前にあって、よくこう絵描きさんとかが手で四角をこうやって作ったりしますよね。こうやって作るのかな、こうやって作ったりしますよね。とかあとデスケール、デスケールとかこういったものを用いたりしますけども、モチーフが今僕の目の前にはないんですけども、例えば、画面の中で一番上に来るところはどこかな、で、一番下に来るのはここどこかなとか、じゃあこれとこれに対してここかな、なんもないですよ。例えば、あ、こうやってやると透視図法とかも教えたからなってくるね。難しいね。で、ここの長さはどうなのかなとか、ここの長さはどうなのかな、難しいね、やっぱ教えるのってね。もう先生長いことしてるけど、すごく難しいです。一番上はどこかなとか、軽く当たりを、これもさっき言った2番と近いと思うんですけど、軽く当たりをつけながら、画面に対してこういう長さ、こういう長さとか、こういう間隔とか、影の形とか、こういうのを測りながら書いていくっていう、スポークっていうものがあったりしますけども、これは自転車のこう車輪のここのところですね、ここのところ20円か30円で昔売ってましたけど、今売ってるのかな、
く知りませんけど、こういうのを例えば、これよく測り方、ポシュレット出てくるね、これね。一応、パートナーの人がいるんで、その人に喋ってはいるんですけど、うなずいてもくれてませんけど、ほっとかれてます。まあいいですけど、静かにしとこうとしてくれてますけどね。こうで、スポーク使うときは、僕は必ず両手を伸ばして、水平か、両手を伸ばして水平か、スポークの先ここにあって、こう軽くこうつまんで、これ映ってないか、映ってない、つまんで水平か垂直で測るようにしてました。なんか斜めとかにこうやって測る人いますけど、僕はだいたいこうモチーフにこの手をこう当てて、この角度が例えばこれだったら27度ぐらいかな、細かいですよねとかそういうのを測ったり、垂直がこうどこに行ったらどうなってるかなとか、そういうのを測ってました。で、ある程度大きくこういう風にモチーフをこう入れたら、少しずつ少しずつディティールとかを書いていったりします。そうか、透視図法も教えんといかんなって今ふと思った。難しいね、これやっぱね、ゼロから教えるってすごい難しいですね。もうブチブチ言ってます。あとはライティングよね。この間一番初めに言ったライティングとかっていうのを、どこから光が、例えば後ろ、斜め後ろから来てるんだって言ったら、影がこういう風に落ちますぜとか、そういうのも出てきますけども、そういうのもしっかり考えんといかんと思います。で、こういう風にこう測りながら少しずつ。で、測るとき、ここの例えばスポークで長さに対して、こことこことここが、1対3とかさ、やったよね。もうやんないよね。もう多分それ目で、測れるようになってくるんだろうね。多分そういう風になってくるのかなと思います。で、それも訓練だと思います。この段階が多分嫌いな人多いでしょうね。多分僕もあまり好きじゃなかったっていうか、そういう人が多いと思いますけども、まあここのところを少しずつこう、正確にできるようになってくると、おそらく書くのも早くなってくるかなと思いますので、この段階は頑張ってやってください。そしてちょっと話は戻りますけど、今日は12分もだった。この2番ね、全体を軽く描いてその後細かく描くっていうのをちょっと実演でやって見せたいなと思います。8分で終わらします。高校生の時は僕15分でやってましたけど、おいボールで手を500個描いたんですけど、その高校生の時、本当にもう先生にこう どないしたら形上手に取れますかってこう聞きに行ったんですけど、そしたらその先生が、大木曽君、手500個ぐらい描いたら馬なんでって言われて、あ、じゃあ1000個って言われたんですね、それ当時ね。僕は大真面目に、ちょっとかっこ悪いね、もうちょっとこうしようか、大真面目に500個書いた段階で先生に持ってったんですね。そしたら、え、ほんまに書いてきたなんて言われました。冗談で言ったんでしょうけどね、高校2年生の僕は全然前に冗談じゃないと思って、真剣に。でもこれでき、意外とできるんで、例えば15分で1枚書くと、1時間で4枚、10日で40枚とか、確か10分で1時間で手を 6枚描いたような気がします。確かね、あんまり記憶ないですけど、そうすると1日6枚、1時間で6枚、2時間で12枚とかで、こうやってこう、そうすると手の形ももちろん慣れてくるんですけど、全体を見るということができるようになってもきますし、これは本当普通のボールペン、これまた違いますね、パイロットなんですか、わかりませんけど、でこういう全体をこう薄く取りながら、少しずつ少しずつこう強い線とかを入れて、奥行き、親指ちょっと変ですよね、喋りながら書くということを、難しいんですよ。普通の絵描きさんできないよね。どうなんですか。うなずいてます、うん。うんって言ってくれました。ありがとうございます。こうか。
言いましたけど、カルチャーセンターで教えている時に、おじいちゃんおばあちゃんがものすごい寄ってくるんですね。もう先生って、私も描いてって。まあ、あんまりこう、普通は、ね、絵描かれるの嫌やと思うんですけど、カルチャーセンターのおじいちゃんおばあちゃんは趣味やったりするんで、加筆されることが嬉しいというかですね。加湿するときにもう本当にいっぱいいっぱいになってきて、最後の方はもうなんかもう一人で見るのもきつくなってきてやめたんですけど、その文化センターまだ続いてるそうなんですよ。芸大の子、後輩の後輩の後輩ぐらいがやってるみたいで、すごいよね。突然こう江東区のその文化館の人から電話かかってきて、でどこで僕のこと知ったんですかって言ったら、もうそれでも本当に20何年前、22歳とかでしたもんね、僕ね、23やったかな。でこういうふうに変えていくと、うん、で少し10分あったら少し色もつけれるっていうか、こう陰影もつけれるんで、これもやっぱり全体こう見てるの分かるかと思います。全部に全部にこう目が行くようにというかしています。昨日上げた動画とはまたちょっと逆っていうかね、昨日はどちらかというと部分から描いていくという方法ですけども、これは淡く全体を撮って、でその時何見てるかって、意外とこういうところのこう隙間ですよね。この隙間がどんな形してんのかなとか、ここのこの隙間の形がどんなんかなとか、意外とそういうの見てます。目の中で、ここからここの角度、もうちょっとこうか。手が疲れてきたら動いてますけど、そういうこう角度とかも見てます。で、こういうふうにボールペンとか、あとは鉛筆、もちろん鉛筆でもやったりしましたけど、ボールペンでやるとこう失敗が残るというかですね。そうするとたくさん描いていくと、こう初めの頃に比べて、あ、すごい上手になったなと自分ですごい実感するんですよね。こんなもう本当にこう訓練のため、訓練って大事ですよね。本当キャッチボールが一番大事ですよね。で少しこういう風に陰影とかつけていって、まあ美術科の子とかやったらやるかもしれないですけどね、こう普通科の子とかがこの間も来てくれて、普通科の子で美大とか目指したいんですって言ってて、まあちゃんとそこは学校美術の先生がいるんですけども、もう美術の上級の先生が いないところってすごい多いらしいですもんね、うん、だんだん減らされていってるそうなんで、教育格差っていうの広がっていってますもんね。なかなか高校生になるときにこの学校に常勤の先生がいるとかおらんとかって調べるかな、調べへん、僕らの時はいたのであれですけど、調べへんよね多分ね。でこういう感じで、書いていくということです。まあ形の取り方ってまだまだ多分あると思うんですけども、ちょっとこうザクザクっと、また第2弾第3弾ちょっと思いついたらあげようと思いますので、多分今日の動画一番面白くない、ダントツが面白くないと思いますけども、話の内容も全然面白くないと思います。でも今日ちょっと前に相槌打ってくれる人がいるだけで、ちょっとねちょっと昨日深夜やってて一人で1時間喋るっていうのはなかなか苦痛でした。お酒がやっぱ回るよね、すごい回る。10時過ぎまでやってたもんね。っていう感じで書いていったら、あ、形というのは少し取れるようになってくると思いますので、で、あ、そうそう、最後に言うとくけど、こう見るだけだとパターンが決まってきますけど、鏡を置くんですよ。そうするとここに映ったやつとかでもう倍以上の手のパターンって出てきできますので、どうしてもこう利き手じゃない方だけをこうなってしまいますけど、鏡映すと反対のね、できるんで、ぜひやってください。朝6時30分終了いたします。今日も20分ありがとうございました。ピッ。